はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。1時半を回って1時40分ですね。日経平均はプラス191、好調ですね。ほんまにまだ午後になってですね、上げてきました。これ近々本当に3万円いきますね。まあさっきも言いましたけど、日本経済全然悪くないんですよ。景気が良くもありませんよ。良くもありませんよ。ほんの一部輸出産業でいいだけであって、全体的に良くないんですけどね。まあ企業業績もそう悪くないんで、3万円いくんかなという感じですけど、ドル円 136.114、もうかなり円安ですね。あれですね、原油が 69.47 と軟調です。もっともっと下がったらええのにと思うんですけど、金は変わらず、ビットコインもそんなに変わりませんね。ドルウォンが1339というところでうにゃうにゃしてますね。これこの後下げそうな気しますけどね。さて、昨日ですね、選挙がありました。日本ちゃいますよ。タイとトルコで選挙があって、トルコは大統領選挙で、タイはですね、国会議員選挙ですか、下院選挙ですね。ほんでトルコではですね、エルドアンさん、もう10年以上やってる大統領、優勢なんですけども、過半数は取れそうにないから再選挙という感じでございまして、ちょっとね、トルコという国はですね、エルドアンさんになってからですね、やりにくくなったというか、ちょっとおかしくなってる感じがしますけどもですね、そのトルコのエルドアンさんが当選するかどうかと。再選挙になると28日だそうですね。タイなんですけども、第一党党首、首相になる、現職クーデター問われ無言、タイ総選挙。今読んでますのはですね、時事.comです。これは今日の7時01分、朝ですね。はい。バンコク時事、タイ下院総選挙で軍や王室の変革を掲げて第一党になることが確実となった革新系政党前進党のピタ党首42は15日未明、ツイッターに首相になる準備はできていると投稿し、勝利宣言を行った。はい。一方、新軍、軍に親しいですね。新軍政党など与党の劣勢が伝えられる中、現職のプラユット首相69は、前進党の躍進は再度のクーデターにつながるかとの報道陣の問いかけに答えず車に乗り込んだと。以上です。バンコク時事。時事通信ってバンコクに使者というか、誰か特派員というか、特派員ってあるんですね、駐在員派遣してるんですかね。僕そうになりたい。だってそんな一月に一本ぐらい記事書いてたらなんかいけそうな感じや、バンコクやと。バンコクでしょ、タイとビルマとマレーシアぐらいですか、カバーは。でもマレーシアはシンガポールがカバーするでしょ。シンガポールには置いてるでしょ、さすがに。バンコクで一番暇そうやん。ええわ、行きたい行きたい。なんと言いますかね、別に僕、今さらサラリーマンに戻るつもりもないし、そんな年もないですけど、楽なところのサラリーマンって羨ましいですから、見てるとね。新聞社の支局とかって言うと、あれはなんか見ててええわーと思います。地方ね、通信社のね、日本の地方はね、忙しいでしょ。札回りあるでしょ。さす回りのないメディアの地方局はええねん、前は。話を戻しましょうね。タイでございますけど、もうどうでしょう、20年ぐらいですね、政治は混迷を極めておりまして、7、8年前に国王もね、変わりましたね。で、なんと言いますか、タイという、
経済発展はしてるんですけどもですね、政治はちょっとぐちゃぐちゃしてまして、総選挙でですね、前進党というですね、まあ、言うてみりゃね、あのタイの政治というのはね、タクシン派とね、まあ親軍派といいますか、あのまあ保守派といいましょうか、あのまあ2つに分かれて争っていてですね、選挙をやるとですね、タクシン派強いんですよ。なぜかと言いますと、タクシン派はですね、ばらまきをやるんですよ。ばらまきをやって放漫財政でですね、まああれですね、人気取りなわけですよ。ポピュリズムですね。で、それが高じてですね、こんなことしてたらあかんわって言って、軍が放棄して、クーを起こしたのが何年前ですか ?5、6年前ですか ?3、4年前ですか、なんかそんなんなんですね。その、こう、せめぎ合いをやってると。あの、東南アジアではね、その元気な国の一つであって、人気も高いんですけども、政治は安定しない。うん。で、特にですね、タイはですね、大きな問題、国際関係での大きな問題を抱えていないと私は認識してるんですね。国境紛争もなかったはずですし、でそんな国で一応はですね、民主主義なんですよ。昔から王さんが言い張るんですよ。シャム王国の流れですからね、王さんが言い張るんですけどもですね、民主主義をやってるわけです。もうこの、ね、タイとか見てるとね、本当にね、お隣さんもそうですけどね、民主主義というのは本当に、あかんなと思いますね。チャーチルが言いましたけど、民主主義ほどクソほどがクソみたいなシステムはないって、今まで試された全ての政治システムを除いてはということを言うたわけですけど、チャーチル自体がですね、ウィンストン・チャーチル、イギリスの首相ですね、昔のね、70年ほど前のチャーチル自体ですね、非常にそのどう言いますかね、自分自身の選挙に苦しんでるんですよ。若い時にね、若い時に自分自身の選挙で苦しんでるんでですね、政党をくら替えしたりしています。で、自分自身も金権選挙やったりしてるんですよ。なぜなら貴族の息子ですからね、金もあるわけです。まあまあそれはいいんですけど、民主主義というのはね、みんなが票を一票ずつ入れるわけでしょ。1票ずつ入れてですね、代表を送り出すわけですけども、そのね、入れる票を入れる人がですね、ある程度賢明な判断をするというのは前提なんですよ。賢明な判断をしなければですね、民主主義というのはですね、機能しないんですね。で、その、もともとね、これ、なんていうか、こう、人間社会にとってね、こう、普遍的なね、一番いい統治システムかっていうと、私は多少疑問を持ってるんですよ。もともとヨーロッパの、元はといえばギリシャから始まった統治システムであって、それ以外のね、文明国でですね、選挙めいたことをやったところはほとんどないんですね。みんな王様がいてというのが普通ですね。あとは部族の協議制みたいなのもありますし、あとは封建制みたいなのもありますし、民衆の意思を尊びてとかっていうのが、まあ、仮にあったとしたらですね、日本の村社会なんかそうですね。村社会というか、まあ、例えば京の、例えば江戸時代の京都なんてのはある意味ですね、民主主義的なところがあるんです。というのはその、京都は幕府の直轄地なんですけども、京都諸子台というですね、幕府の出先機関があるんですけど、そこは基本的に治安しかやらないんですよ。じゃあ民政は誰がやってたかというと、その村々で、村々というか町々でその町の長がやって、である程度合議制なんですよ。その合議に参加できるのはそのまあまあある程度の家の人なんですけどね、そういうのが合議制なわけであって、まあまあ一種の民主主義かなと思うんですけど、一人一票なんていう制度ではないです、もちろん。で、一人一票なんていう制度を始めたのはもともとのギリシャなんですね。で、今のヨーロッパ社会っていうのはギリシャの公営みたいなもんですからね。で、それで広まった制度であって、
これがですね、あのタイのようなアジアのですね、東南アジアの発展途上のですね、あまり成熟した市民社会を持っていない国において有効かというとですね、かなり疑問があります。つまり一人一人が賢明な判断をして票を入れてるかどうかと、一人一人が賢明な判断をするというのはね、それだけ社会が成熟して一人一人のレベルが上がるということなんですよ。あの今の日本なんかはある程度ね、そう言うてもええかなという気はします。というたところでね、あの公明党や共産党に入れる人もいるわけですよ。東京でいや小池の知事とかですね、蓮舫に入れる人もいるわけですよ。でもそういう人が圧倒的多数でないっていうのが前提なんですね、民主主義というのは。でも今のタイはですね、ちょっと怪しいかなという気がします。だからまたですね、迷走してですね、もう一発クーデターが起こる可能性は十分あるなと私は思いますね。このニュースを見てそう思いました。はい、皆さんどうもありがとうございます。